じゃ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 ん。飛行機の中でコーヒーをこぼしまして、はい、このカメラ壊れちゃったんですよ。だからもういきなり空港についてねこういう話になっちゃってますけど、ね、すいません私これコーヒーこぼしちゃってね全く動かなくなっちゃった。大丈夫です私ちゃんとでも嬉しい先生がスマホで撮影してたんで。ありがとうございます。大丈夫です。雲の隙間から街が見えてきたんです。地面が見えた。これは回しどころだと思って、コーヒー頼んでて、うん、慌ててとりあえずはテーブルを片付けようと思って、うん、テーブルって横のこういうのあるじゃないですか。なんかこうパタッ、ね、パタッてやるやつ。で、私コーヒーを置いてパタッてやったらコーヒーが全部こぼれたんですよ。ここの膝の上に。全部ね、うん、カメラにかかってたんですよ。で、まあ、とりあえず、まあ、カメラ拭いて。カメラ拭いて、それで一心に拭いて、ここも拭いて。そうちょっと街見えてきたから。見えてきたから。じゃあカメラ回そうと思って、カメラ一回、ま、回したんですよ。回してました。回したらですね、カメラが今まで聞いたことないようなね、ウィッウィッウィーンっていうね、なんか俺ズームしてないのにすっごいズームするんですよ。おいおいそれはちょっと危ないですよ、それは。おいって言いながら、ものすごい寄るんですよ。危ない危ない危ない。そんなにカメラにモーターを使わせちゃいけないし、おいおいって言いながらですよ、なんかすっごい、俺のこの見ている中で、おかしいね。こうなるんです。ズームモーター押しました？ズームモーター押してないんですよ。カメラが動くんですよ。ウィーン、ウィーン、ウィーンって言いながら、ズームとなんか引きを繰り返してるんですよ。それはちょっと慌てますよね。慌てる、慌てる。何があったか分からないよね。俺はそんなズームしなくていいんだよ、ここで。いい、今街の風景を撮らないで。街の風景撮りたかったのに。そのうちにですよ、ウィーンって言って止まっちゃったんですよ。あれカメラが。撮りたかブラックアウトしたわけブラックアウトして。これはしょうがないと。これはしょうがない。嬉野さん、ちょっと、嬉野さん、スマホ新しくなったから。そうですよ。13。私はね、あなたのなんかその、機内でね、もうなんか憔悴してる顔を見たらね、もう、かわいそうになっちゃうんで、ね、慰めなきゃいけないなと思ってね、いやもう、じゃあもう、俺のもうスマホで回そうみたいな、言って励ましたぐらいです。俺はボーディングページでね、こうやって撮ってたら、俺でなんかここでいいのかなみたいなこと言ってたらなんか。嬉野さん、そんな声出してたら、使えないですよ。注意もカメラ壊してやろうがさ、なんか、俺に意見するってどういうことだよって俺が思いながらさ。嬉野さん、こっちからバン。うん、こうやって。うん、みたいなことを言って。練習でなんとかなんだって思う。なんか景気づけに俺怒るんだよ、いや、こっちも焦ってるから。うん。で、ようやくね、空港に着いたら、うちの東京支社の人間がこうやってカメラ持ってたんで。いやー、先生、恥ずかしいですよ。胸を撫で下ろしたんですね。俺、なかったら、引っ込みつかなかったですよ。そうです。恥ずかしいですよ、先生。あなたね、液体飲みすぎなんですよ。そうなんですね。機内で。機内で私、ワイン2本開けておりますよね。いろんなものをもらって、最終的になんかコーヒーまで。最終的にコーヒーもらわなきゃよかったんですよ。そうなんです。どうでしょう。意外と時間かかりました。そうです。これで、快適な空の旅だったんでね。あとはなんとか必死でしょうけど必死でだから今これから空港ご案内していただくという、はい、このカメラは使い物にならないんで東京社のカメラでやりますからね。じゃあ参りましょうか。そうですか、はい、いきますか。皆さんいいですか。いいですか。あんまりいいって感じじゃないです。大丈夫なのかなって感じですよね。はいはいはい、はい、じゃあよろしくお願いします。私もよろしいですか。はい、はい、いいですよ。お願いします。じゃあそのカメラもね、このカメラこれもダメだってことですね。もうダメ。さようなら。さようなら。意外にないことですよ、はい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 。ちょうど1年前の4月27日に営業を始めまして、ちょうど1年経ったんですけど。ほら、木酒ですか、この中。はい、こちらがワインや日本酒のシーンとなっております。え、こんなのがあるんですか。これはお
種類。あ、なるほどなるほど。これは飲みます、ね、これはやってみましょう。すみません、私現金持たない主義なんでね、500円ワンコイン500円なんですね。私ね、このシャトールミエール赤2015、おっとこれあれがありました先生。これ甲州の先生いいです、こっち20日目がありました。いやでもこの中も飲んだことがないの、このなんか20日目がありました先生。甲州ぶどうのこの辺うまそうですよ。いやちょっと待ってください、何ですか俺のやつはまずこれ20日目2杯も飲むんですか。いやそうですよ、カメラを壊して20日目は飲むの。ええね、一番左手、あ、これが3本お茶ですか。はい、え、これなんか随分かっこつけた瓶に入ってますね、これ。これ普通に売ってるんですか、これ。あ、はい、あの、花屋さん。そうなんだ、はい。これは全部甲州ワインなんですね。そうですね。はぁ、い。おらおらおら。どうですか、随分偉そうな瓶に入ってますよ、これ。美味しいんですけどね。ああそうですか。美味しいです美味しいです、ただその幻かどうかってちょっと分からなかったんでもう一杯ぐらい飲まないと分からないですね。差がね。なるほどね、うん、はい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 、こういう白ワイン、はい、おすっきりと美味しいですね。おすっきり系で、うん、やっぱこの早い時間帯は白ワインが美味しいですね。ああなるほどね、うん、私はもうすでにね取りましょうか。いやいいです、いや取りましょう恥ずかしいでしょ先生ね。ね。さあ機内カメラコーヒーをこぼした男が。ええ、今ちょっと、ね、さらに赤ワイン。どうですか。いかがですか。ちょっと赤い感じしますねこれ。でもくるくるしてればかなりいい味わいに。そうですか。ああ、うん。もうちょっと。これはすっきり、すごいね、すっごい美味しいですこれ。20日目大吟醸愛、もうスタッフおすすめって書いてあります。書いてある、うん、これはあなたやばいですよ。よかったですね、いろ、ね、んな失敗を乗り越えて、いろんな失敗を乗り越えてまだあといろいろとね、はい、あの静岡ここでは買えない品物ばかりだったんですよ。ああここでご覧になって、ご覧になって通販で買ってたと。ああそういうことらしいですね。なるほど ねやっぱお茶っ葉とかいいですね。ああすみません、静岡航空だな、我々のサインがボードがあったら今日ですね、やりました。レンタカーを借りるとなんかクーポンとか、あとなんかあのちょっとしたあのキャンプ道具もなんか貸してもらえるみたいな ね、レンタカーのカウンターでやっております。そういうことね、こんなにあなた雨が降ってる時に世界一長い橋を歩くんですよ。歩くんですね、もうカメラがもう壊れること前提で渡りきりましたけどね、渡らなくてもいいですって言ってました。いやそうですか、はい、世界一長いんだからなんてあなた、5、6キロあるでしょう、ね、ないでしょ、そんなそんな人道橋ないでしょ。ないですか、はい、いいんじゃないですか、雨の橋なんてのは、ね、情緒があっていいんじゃないですか、ね、なんか木の橋がなんかそういう窓のなんかうっすら見えてしまう、あれを渡りますよ。あれですか、あれです、あれです、大井にかかってるの、そうですよ、はい、先生だけこう若干渡ってもらえれば俺そこから撮りますからね。そういうこと昔やりましたね。そういう時代もありました、若かりし頃にね、若かりし頃に ねでもカメラを1台破壊したあなたが ね私に釣る気付きがないとかないでしょなんだったらあんた一人で行ってほしいくらいなんかいいですね、傘の情緒がいいですね、いいじゃないですか。すごいじゃないこれ、すごいですね、こんなあるんだね、あ、明治12年にかかったんですね。明治12年、あそうなんですか、これちょっと先生すごいですよ、これすごいです、うわすごい、はいはい、世界一、知らなかった、なんかこうやって見ると、
ね、明治の頃になんかこう行き来したわけでしょ、ここ。そうです、そうです。いいですよね。風情が、リアルに感じられますね。感じられますね、これ。これはお金を払う歌詞がありますね。なかなかこういう体験できません。じゃあそのちょっと低い欄干がちょっとうねってる感じもいいですね。いいですね。材木でね、そう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 、やってる感じがしますから。で今日はやっぱ雨で、はいはい、人通りが少ないだからなおさらいいですね。なおさらいいです。はいはい。でもこれ渡ったらどこに行くんですか。なんか森に飲まれるじゃないですか。そうだね。わあ、これは素晴らしいわ。素晴らしい。おいや、しっかりしてるもんです。そして、はあ、この低い低いのがいいですね。足からカメラを落とさないでください。はい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 、大丈夫ですか。おお、はあ、ね、あらららららら、ね、これ一体おいくらなんですかね。おいくらでしたこれ。100円で渡れんの。肌も同然です先生。そうですそうです。しかも今円安もう関係ないでしょ。関係ないでしょ。関係ないです。いやーいいですね。あー、蓬莱橋を渡る嬉野先生でございますね。世界一の木造の橋でございますね。いや、ちょっと使い慣れないからこれズームが早いな。あー、いいですね。意気揚々と渡ってまいります。いやー、素晴らしい橋だったこれ。なかなか風情のある、うん、いい感じのロケーションでした ね、 そうですね。雨、そう降る雨、あ、なんか今カップルが渡ってきますね。いいですね、なんかね、傘を差しながら。私もああいう時代があったからと思ったんですけどね。ダメですね。いいですね。ちょっと先生もう一回お茶飲んでみてもらいます。ちょっと揺らしながら。ないですよ。あ、見つめ合ってますよ。あ、そう、いいかな。電源入れたんですか。電源入れました。入りました。さっき帰り道にはすごいなんかその水しぶきを跳ねながら行く車がいたでしょ。いまして、もろかぶりしてたじゃないですか。カメラもろにかぶって、いや僕らもびしょびしょだけどカメラも、そう、私もうこうですもん。いや、全部濡れましたもん、これ。色が違いますね。色が違うでしょ。危なかった、もう本当にこのカメラ行くとこでしたよ。次はなんかね、はい、あの鉄道。大井川鉄道？ええ。おほら、ほら、いますね。喋りますかね。すごいね。これはこれでってことですね。これで、はい、すごいな。え、トーマスすごいな。トーマスすごいね。でかいな。でかいね。あと1時間半ここで何してる。たっぷりとトーマス、たっぷりとトーマスを見物。それはすごい。このもう降りしきる雨の中トーマスとずっといるの。静岡を順にありつくのはですね、なるほど、予定では8時ぐらいになってしまう。そうかそうか。ああ、先ですね。先ですね。うわ、トーマスが、トーマスね、トーマス迫力ですね。うわ、すごい、すごいこれ。働き者ですね、トーマス。働き者ですね、トーマス。ものすごい勢いで蒸気を上げてます。トーマス君がなんか行くたんびにその油臭いのでしょ、なんかね。お風呂に入ってるのかな。ありますね、なんか。おっ、引っ張ってきました。お、持ってきたんだ。力持ちだな、トーマス。おー、引っ張ってきた。ほら、これはすごい。
これは先生もう十分じゃないですかね。十分でしょう。ここまで取れれば今のが山場でした。山場でした。じゃあちょっとなんか静岡じゃない方角に行くってのはないのかな。あーなんか、ね、それ乗って、で車で静岡に向かうみたいな。また撮ってるんですか。いやいやトーマスが回ってるんです。回ります。操車場なんですから、ね、ほらトーマスもういいって何遍言ってんの。ね、みんな雨の中ありがとうみたいな感じでトーマスが、ね、ね、みんなにやっぱお礼を言ってますから、もうみんな聞いてトーマスの言葉を、そうだね、もう早く帰った方がいいんじゃないかトーマス、静岡おでん食べた方がいいんじゃないかっていうトーマスは言ってます。トーマスは言ってますよね明らかに、おっとだってもう顔がおでんみたいな顔してますからね。ん5時の電車に乗るのみたいな、もういいだろうって言ってますよ。なんか来ました、トーマス見たね、トーマス大変握力があるぞトーマス、握力があるぞこれはすごいな、すごいですね。いや、よかった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 。ちょっとなんかこのホームにやってきましたけども、なんかこのご紹介していただけるような、はい、こちらから行きますと、これが我々の昭和24年電化の時に作られた電気機関車。昭和24年ですか。そうです。E10 型という、でこちら行って JR の山口線から、伊豆木受けてきました客車なんですけど、まだ今まだ使ってそう、今はまだ稼働してないです。でその後ろ行きますと、茶色いやつ。これがあの SL とかにあるいはあのあれ EM とかに引っ張られる客車。あれも古そうですよ。まあ大雑把に言うと昭和、戦前ですね。戦前ですか。これだからあの私がよく見る小津安二郎さんの映画に出てくるとこういうやつですよ。そうですね。あでもやっぱりこういう風にね目の当たりにしますとね、ちょっと乗ってみたいかなんかもありますね。なんかね。来ましたね。あでもこれもまた古いよね。これ金鉄色？車両だよね、金鉄色だもんねこれ、特急だよね、車両の中のあれいいもの、じゃあもう古い車両の博覧会みたいな感じで。いやそうでしょ。来ました。乗ってらっしゃいますよ。乗ってらっしゃいます、随分。乗ってらっしゃいますよ。いや、もうこのチョコレート色の車体、これは古いですよ。いや、先生、なんかね、タイムスリップしたみたいですよ。ありますね、なんか。この車両がタイムスリップってちょっと怖いですね、なんかね。なんか、連れて行かれそうな、なんか。連れて行かれそうな。いや、そんな気分を味わえますよ、これ。ねえ。この匂い。この匂い、この匂い、この油臭い匂い。で、こっから皆さんこっちに乗り換えるんですか、これ。これは素晴らしい。これはすごいですね。こちら鍵あります？ちょっと先生入って。うわー、どうぞ。いや、もうトイレがもう、うわある意味今よりもすごい迫力ありますね。ありますね。へー、ありがとうございます。先生、すごい、すごいこれ、すごい。いや、天井高いね。あ、高いですね。印象より丸まってんだね。うわー、かっこいいこれ。うわー、すごい。いやもういいじゃないこれね。いや、もう十分十分かっこいいね。いや、この黒い感じ、全然その古いとかじゃないね。いや、格式ある。なんかときめいちゃうね、なんかね。格式がありますよ、これ車両に。すごいね。すごいな。すごいね。また、なんとなく違うけど同じなのかな。割とその木材いいんじゃないですか。木材は、そう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 。
割と上手なんじゃないですか、これ木目がこんなにさ出てさ、そうこの風情、この落ち着いた感じの木彫からこう白になってくる感じがね、素晴らしい、なんともね、いいんですよ、はあ、素晴らしいですね。この客車は昭和10年代から20年代にかけて東海道本線の最新標準型として活躍した形式ですと書いてございますね、昔の旅のムードをお楽しみください、昭和10年代から20年代ねえ、あここは多分車掌さんがいたんじゃないですかね、車掌してますここは、そうですね、あ水もお湯も出る、すごいですこれ、いやもうここ昭和10年って言ったら怖いね、いや怖い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 、いや怖いっていうか本当そうですよきっとこれね、だってそしたらもう6年後に製造始めちゃうんだもん、そうだそうだ、あの戦前だもんね、返してほしいと思っちゃう、へー素晴らしいですね、なんでしょうこれ、素晴らしいですね、どうでもいいね、これ仲がいいね、仲素晴らしい、素晴らしいね、これはやられちゃうな、あこっちはちょっと、ね、運気じゃないね、これはですね、扇風機のスイッチをちょっと改造して、改造したってことだ、素晴らしかったです、いやちょっと私感動しました、俺も感動しました、これはちょっとてっちゃんバカにしてましたいやだから先生昔の人がやっぱそのものを作る時にね、やっぱりその置いていたそのレベルっていうんですか、はいはいはい、今と違うものを感じますよ ね、 ありますね、安くないんですよなんかね、そうそうそう、ね、そういうものに設定しておくとこんなに何十年経っても ね、 ねやはりその未来の人間が感動してしまうものになってるというのは、これからの日本にやっぱこういう発想は正しいですね、そうですそうです、立ち返れってことですよ、立ち返れですね、立ち返れってことですよ、そう、近鉄が出ていきました ね、 ね手を振っております、近鉄のね車両に乗って、多分これも多分暖房がびっちり、あこれいいじゃないですか、なんかいいですいいです、ね、いいです、はいはいはい、あ素晴らしい、あ止まりましたよ、止まりましたね、なんか涼しいっすって、なんかね、どうどういうことなんですかね、やっぱり固くなにやっぱりシーズン的には暖房じゃないっていうなんかあるんですかね、温度を測ってもらって分かるんですけど ね、特に我々濡れてますから、ええ、ゃです本当にも、まあ、座席はね、座席はね、昔、はい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 、昔の近鉄の特急らしいです ね、 そうですね、不満はないですですね、うん、ええ、いよいよ30分ほど、30分で北保山駅に、はい、早い、先頭行き各駅停車のワンマン列車です、特急列車だけあってね、乗り心地が良くて、乗り心地良かったですね、ソフトでね、ね、あ行っちゃいましたね、あ、あれが駅舎、わなるほど、これも、わこんな感じなんね、情緒ありますな、やっぱりこの白熱灯というかこれね、いや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 、あいいですね、うわへえ、ここでここへやったんですか、いいですね、ね、こういう感じだ、
雨がもう、雨がもうカメラで雨が見えたら相当相当降ってるんですよ、これね。じゃあじゃあ、ということで、はい、おでんに言いますか。もうあのバッテリーもないんです、本当に、ね、行かないと。はい、参りましょう、参りましょう。はい、はいはい、いや、大井川鉄道でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。